はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。17時30分になろうとしています。10月は20日の日曜日ですね。大紀元にですね、これは昨日ですか、おとといですね、出た記事でこんなんございましてですね、中国軍部が長老とともに習近平を倒したクーデタークエスチョンと。で、書いてるのはいつものですね、新宝さんという方で、写真載ってるんですけど、50ぐらいのおっさんなんですね。で、この方の記事、今まで何回か紹介しましたけど、基本的にですね、この夏の三中全会の前後にですね、クーデターが起こってですね、習近平が失脚したと。まあ、実質的に失脚してですね、今はですね、お飾りでいるという状態であって、で、クーデターを起こしたのは、張又侠というですね、今の軍のトップであると。で、それのバックにいるのがですね、長老たちというような構図があって、そのためにこんなことが起こってね、あんなことが起こってねという記事をずっと書いてあって、これもそのうちの一つなんですね。で、ただ私ね、この中国の習近平がですね、クーデターを起こされて失脚してると、実質失脚してるというニュース、記事に接するのは、この新宝さんの記事だけなんですね。他にこの事実を裏付けるですね、記事なりなんなりは見たことないし、そういう説を唱えてるですね、中国の専門家、中国ウォッチャーもいません。ただですね、妙な動きがあることは確かですね、あの三中全会の報道がおかしかったなと、習近平ほとんど出てこなかったんですね。で、会議の様子を伝えるですね、写真というか動画もですね、なんかわけわからん長いテーブルでですね、なんか起こったんちゃうのと思って、ただですね、日本の中国ウォッチャーたちのですね、こう、記事にはそういうことはあんまり書いてないですね。でもなんか普通ではないなという気がします。ほんで、軍を抑えたとされるですね、張又侠さんという人はですね、もう74歳ぐらいで、もう特に引退してる年齢で一旦失脚したらしいんですね。それが復活してるわけでしてですね、もしかしたら本当に竹のカーテンの向こうでですね、習近平の、周辺に何かが起こっているのかもしれませんけどね。ただ習近平今度外遊しますよね。中央アジアの方に、ブリックス会議かなんかで行くんでしたっけ。まあ、どう言いますかね、失脚しているようには見えないですけども、以前のようにですね、振る舞っているようにも見えないですね。で、先日行われたですね、14日でしたっけに行われたですね、台湾演習、もうあれもむちゃくちゃ変なんですね。で、習近平がその終わった日の翌日ぐらいか、翌日は翌日に対岸の視察をしてるんですね。わざわざそこ視察する必要なさそうな場所を視察してるんですね。いや、もしかしてね、習近平があの台湾演習をですね、やれって言うてですね、で、自分もそこに最前線に行く予定、スケジュールを組んでいたのがですね、何らかの都合でですね、半日で辞めざるを得なくなった。でも自分の予定は外せないからって言ったというふうなことも考えられなくはないです。ようわからん。ともかくね、何か起こってるんですよ。中央の政権の中央で。で、それにはね、軍が関わってるんですよ。で、張又侠が軍を把握してるのかしてないのかと。いうこととですね、習近平のですね、出る頻度がやたらとですね、落ちたんですけどもですね、習近平は軍をですね、把握しているのかどうかということをですね、今まで何百人のも将軍の首を切ったんですね。だから軍に恨まれていこそすれですね、軍は習近平を慕っているようには見えない。まあ、でも軍内にはですね、こう習近平派もいるわけであってですね、そのあたりもようわからんようわからんけど何か起こってるんです。でもしかしたらですね、こうクーデターが起こったのかもしれません。
去年李克強さん亡くなったでしょ、ね、ここにも書いてあるんですけどもですね、政敵の命は奪わないっていうのがですね、中国のこれまでのやり方やったんですけども、習近平はそれを破ったんちゃうかと。でそんなわかるやん、情報通というか中国の権力者であればというか長老であれば。でやっぱり習近平あんなやつをほっといたらあかんという動きになったのかもしれませんからね、そのあたりは本当によう分からんという世界です。よう分からんという世界でも何かは起こってるし、それは習近平の権力を増すような方向で何かが起こったんではなく、その逆の方向ですね、習近平独裁がですね剥がれるような方向で起こったんちゃうかと。でですね、先月末からのですね経済改革の矢継ぎ早の発表と、それのですね息切れというか中折れみたいになって、今月だって何もなくなったんですね。あ、とろっとあったかな。どうもちぐはぐなですね発表が続いています。でナンバー2、李強はどうやら習近平から離反したですね動きが見られます。なんでですね、もしかしたらですね、習近平はですね力を失いつつあるんちゃうかと、こう見れなくもないんですね。ただ対外的にはですね、習近平はですね、今でも中国のトップであってですね、そうトップとしての振る舞いをしていますね。でアメリカは知ってるんです。アメリカは知ってるんですよ、中国のトップで何が起こっているかということを知ってるんですよ。でさっきイギリスの外相がですね中国に訪問したというふうに言ってますけども、それを探りに行ってるのかもしれません。つまりイギリスの外相クラスが行くとですね、習近平で会わざるを得ないでしょう。自分のところの外相だけ合わせてですね、それはカウンターパートなんでね、お互いに合わせて行為するやけど、表敬訪問はするでしょう。最近だから西側でですね習近平に会いに行った要人はこのイギリスの外相なんですね。だから探りに行ってるんちゃうんかなと。アメリカはサリバンという人が行きましたけどね。でやっぱ習近平に会いました。でアメリカは知ってるんですよ。アメリカ知ってるんですけどもですね、今大統領選挙なんでですね、もうすぐですからね、もうあと半月後が投票日なんで、外交的な動きはしていないかなという感じです。ただね、何が起こってるかというのは多分これは分かります。これは分かります。多分 1,2 ヶ月以内に分かります。ただ中国ってメンツがある国なんでね、習近平あかんと言ってもの、あとまだ3年任期あるんですよ。だから3年はねやらせるというのもかなりリアリティありますね。でその間にですね次を育てると、立教になるのか、張勇気はもう年齢的に無理ですからね、立教も年齢的にあれですけど、今だから誰かを育てようとしているのかもしれませんね。でも何かが起こってるということは確かです。一応このですね、読んでみてください。読めんのかな、これ読めないんですね、これね、有料記事ですね。じゃあ有料でやってください何かが起こってるんです。一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。